災地では住宅の応急的な補修などさまざまな用途で使えるブルーシートが重宝されていて、石川県から全国知事会を通じて要請を受けた愛知県は、県内4つの市で備蓄されているブルーシート3000枚を支援します。このうち一宮市の防災備蓄倉庫では今朝、市の職員らが1280枚のブルーシートをトラックに積み込み、業者を通じて金沢市にある物資の輸送拠点に発送しました。復旧にも時間は要するものですから、一日でも早くですね、日常生活が本当に戻れば。愛知県は今後も要請に応じて物資の支援を続けるとしています。